シャコガイはザルガイかシャコガイアカに属するニマイガイの総称である。別名をガイ、シャコ。熱帯から亜熱帯海域のサンゴ礁の旋回に生息し、ニマイガイの中で最も大型となる種であるオーシャコガイを含む。外套膜の組織にウズベンモウソウ類のカッチュウモが共生し、生活に必要な栄養素の多くをカッチュウモの光合成に依存している。貝殻は線形で、 太い五本の放射油が波状に湾曲し光沢のある純白色で厚い。最も大型の大射小貝は拡張2メートル近く重量200キログラムを超えることがある。また400年以上生きた個体も存在する。サンゴ礁の海域に生息し、生時には海底で上を向いて殻を半ば開き、その間に膨らんだ街頭膜を見せている。この部分に カ冑チューマを持ち、光合成を行わせている。移動することはなく、海底に転がっているか、サンゴの隙間に入り込んでいる。日本では古くは、仏教の執法の一つとして珍重されていた。沖縄地方で刺身にして、食用とし瓶詰めの塩からも沖縄食材を扱っている店舗で購入できる。また、殻は、置物や宝飾品、水盤などに加工される。 約二族十二種を含む、太平洋の中西部とインド洋の珊瑚礁。王者古貝は、分布地の北限が日本であり、八重山諸島で小柄な個体がわずかながら生息しているが、個体数の減少が懸念されている。海水温が高かった約七千から四千三百年前までは、沖縄各地に分布し、現在でも当時の貝殻が多数発見され、ギネス級のものも見つかっている。 シャコガイに関する知識や情報が乏しかった頃、例えば1960年代頃まで、特に大シャコガイについては、海中に潜った人間が開いた貝殻の間に、手足を入れると、急に殻を閉じて水面に上がれなくして殺してしまうとか、殺した人間を食べてしまう、秘匿以外であると言われていた。しかし、手足を入れると危険であるのは事実だが、他の生物を捕食することはない。 ワシントン条約で輸出入が禁じられている。ありがとうございます。